マリオ・カンドゥッチは、イタリア、リミニシ出身のカトリックの司祭、宣教師、教育者、平和運動家、歴史解明家、フランシスコ修道会会員である。マリオ・カンドゥッチは6人兄弟の長男として、1934年5月18日、北イタリアのアドリア海に面するリミニシに生まれた。出生当時のイタリアは、ムッソリーニ政権下で、世界恐慌の影響が続き、 ドイツとの結びつきを強くしたために緊張した時世であったが戦艦期の比較的平和な時代であった。だが第二次世界大戦末期に同志がドイツ軍と連合国軍の最前線に置かれたために父親はドイツ軍の捕虜となり強制労働のためドイツに送られた。一方母親は1944年カンドッチが10歳の時に リミニシオを襲った空襲で爆撃を受け死亡した。13歳の時、アッシジの聖フランチェスコのような神様と人を大切にすることができる聖職者を志すようになる。第二次世界大戦後の厳しい状況の中、家族を支えるために父親と共に働き、ペンキ塗りやウェーターなど様々な仕事をしながら勉強を続けた。1952年9月18日、 18歳で、フランシスコ会に入会。1953年9月19日に19歳で、初生丸。1957年9月22日に23歳で、総合生丸戦慄をした。1960年7月25日、26歳で、被災に除外される。1962年10月から12月にかけて、第二バチカン公会議の本部アシスタントとして、 会務補助とし教団の世話に当たった。1963年6月21日にローマウルバニアーナ大学院を卒業。後年、カンデッチは素晴らしい体験だったと語っている。1963年10月12日、29歳で来日。1965年から上越地方で選挙活動を始め、長岡、上越、糸井川の教会に赴任した。 1981年から2012年まで、高田教会主任司祭を務める。またこの高田教会着任時に、戦時下に、高田市で起こったカトリック、高田教会弾圧事件を知り、その被害者とも出会う。以後は、高田教会を離れた後も、同事件の裁判所記録の開示を求めて奔走する。また、同事件を皮切りに、戸田神父殺害事件の記録開示や指導って神父の、 劣勢活動など、歴史活動、平和運動に身を投じて行った。2010年、司祭除会50周年を迎えた。選挙活動と平和運動は60年に及んだ。幼稚園園長として、上越カトリック天使幼稚園で6代目園長として27年間、務める。子供には、最大の尊敬と最高の環境をという強い教育理念を合言葉とし、 幼子を祝福した、キリストの生き方にない、子供たちを常に温かく見守り、一人、数との自己開発を支援できる環境を作った。カトリック、高田教会の臨時演舎を移転し、さらに、2010年には、隣接地に演舎を新築した。社会福祉法人フランシスコ第三回、マリア演園,園長として1992年に特別、養護老人ホーム、桜聖母の園、 ショートステイ、デイサービスセンターを開設。1997年、生母保育園を経営化にし、1997年に、ケアハウス、桜の里を、2000年には、老人介護支援センター、桜開設した。同年、市営の通所介護事業を、をデイホームかなや開設に伴い指定管理を受ける。2006年に、地域包括支援センターを、2009年には地域、 子育て支援事業、マリア子育て広場バンビーノ及び、聖母子育て広場開設。2012年、デイホーム金谷を、市から移管され、サービス付け高齢者向け住宅、ごち聖母の家開設した。被災として2005年、カトリック、妙高教会を建設。イタリアから木材を輸入し、同国の古い教会から、ステンドグラスと金を譲り受け設置。同年、 敷地横にある青年の家の解説とカトリック、高田教会集合墓地の改造建設をした。戦時中、連合軍捕虜収容所に収容され虐待を受けた、オーストラリア人と地元との和解のため、直越捕虜収容所後に平和記念公園と石碑建立に協力。元捕虜及び戦犯として処刑された、元民間警備員の遺族に寄り添う。1944年に、 高田教会の日本人キリスト教徒やドイツ人、サウエル・ボルン神父が、特別高等警察に拘束された、キリスト教弾圧の高田事件を調べ続け、有罪判決を受けた遺族の名誉回復に寄り添う。高田教会弾圧事件の概要高田教会弾圧事件とは、太平洋戦争末期に起こった宗教弾圧事件である。1944年4月に当時、 高田教会主任司祭のドイツ人、サウエル・ポルン神父が男女7人の神徒と共に聖書研究会を開いていたところ、特攻によって逮捕、起訴された。起訴内容は、同聖書研究会にて司祭が、キリスト以外の神を偶像として認めず、皇室を尊敬するには当たらないと語ったことが、治安維持法違反不敬罪に当たるといったものだった。判決は、 治安維持法廃止直前の1945年9月1日に下され、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の刑となった。この判決は、同年10月に治安維持法が廃止される、直前の駆け込み的判決的な性格があり、横浜事件と同じ性質を持っているとする見方もある。釈放後も、信徒たちは事件の当事者として、非難を受け、 サウエル・ポルン神父も、修道会内部との圧力の中で不遇な生活を送ることとなった。サウエル・ポルン神父が、同盟国ドイツの出身であるにもかかわらず、罪を受けた理由に関しては、同神父が、ここまで信仰に忠実で妥協をしなかったことが、当時の大日本帝国政府より危険視されたことが、考えられる。 高田協会弾圧事件とカンドッチの活動1981年に高田に着任したカンドッチは同事件の被害者の一人から話を聞き事件の全貌解明を必要と感じ当時の裁判記録の開示を裁判所に求め活動を開始した1980年代の日本ではまだ情報公開の仕組みが広まっておらず裁判の日程といった基本的な状況すら 明らかとはなっていなかった。それでも、同事件で有罪判決を受けた人の親族やカンドッチの活動の結果、また時代の数勢もあり、すべてではないものの新潟地検から裁判記録が限定的に開示され多くの情報が明らかとなった。上記の同事件の概要も、この際の情報開示によって得た情報で構成されており、開示前はなぜ彼らが逮捕され、 どのような理由で有罪判決を受けたのかは不透明なままであったのである。しかしながらカンドゥッチの活動により同事件の全貌はかなり明瞭となった。マリオ氏は上記の他に戸田立脇神父殺害事件の記録開示にもかなり取り組んでいた。同事件も高田協会弾圧事件同様に誰が何のために事件を起こしたのか。 カンドッチ関与以前は不明であり謎に包まれていた。元毎日新聞記者の佐々木博人が同事件の解明に尽力しており、カンドッチに協力を頼んだことからカンドッチも記録開示に取り組むようになった。バチカン教皇庁や秘密文書館に直接交渉をし、戸田新婦殺害事件時に日本駐在のバチカン講師がバチカンに対して送った報告書の開示に成功した。 上記のような記録開示運動についてカンドゥッチは過去を知らなければ将来に不安が残ると生前語っており、この発言からも戦争を記録しそれを伝えることを歴史活動としてだけではなく平和活動として捉えていたことが推測される。2012年に31年間止まった高田から移動となり東京都世田谷区カトリック、世田教会の司祭となる。 終戦直後の戸田建脇神父殺害事件で、バチカン秘密文書館から資料を入手、真相解明に協力した。近況時代のイタリア人宣教師、ジョバンニ・バッティスタ・シドッティ神父の烈服、劣勢運動担当者として、バチカンから任命され、日本史解明に奔走していた。2020年2月16日、肺炎のため都内の病院で死去。去年85歳。 最後の言葉は、地上のことはもう良い自らの戦争体験が、正義感と悲しみに寄り添う、優しい心につながり、愛と平和を願い、85歳で亡くなる直前まで、日本人のために働き続けた。宗教の垣根を越えて、児童福祉、高齢者福祉、外国人支援、平和運動、様々な地域課題、歴史解明にも向き合い、奔走した。ありがとうございます。